7月に、ASEAN 諸国インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシアから、10人ほどの、監督とプロデューサーをまず沖縄の方にお招きして、ロケーションツアーを行いまして、で、監督全員に、シノプシス、短編映画のシノプシスを提出してもらって、その中から選ばれたのが今回の、ヨセプ・アンギノエン監督です。監督のヨセプ・アンギノエンさん。まあ、あと監督のコミュニケーション取れるというところで、撮影監督は、ヨセフ監督といつも一緒にやっているバユ撮影監督に、決定して、そういう形で、スタッフ組みをしました。ハローレー、Take three. Mark. Action. How are you feeling? First day. Good. 外国語が飛び交っていて、日本語と混ざりで不思議な現場だったんですけど。その、何て言うんですか、その不思議なりに楽しめてよかったです。やっぱり映画ってことなので緊張するし、いや私がはちょっとできないんじゃないですか、他お願いしますってことも言ったりしたんですけど、大丈夫だからやってみなさいよということで、はい、来ました。コロナ城市、風光明媚、いろんないい景色とか、あの眺めがありますので、ロケ地としては本当におすすめするところですので。民家とか、そういう田舎らしさがいいなと思って、楽しみにしてますね。外国からの目線で、あの映画、まあ撮影していただけるのではないかなと思います。これで全部ですか、うん、はい、よいし、At the first day I came here, I said to Joseph that this place, this city, it just looks like a city next to our city in Jogja. A city where you can feel the homey place, calm, when everything a bit slow. 素朴な、多分映像としては素朴な感じだと思うんですが、本当にあの綺麗な海で緑豊かな土地があるんですね。なんかとても調和の取れた空気感だなっていうふうに、心からリラックスして撮影することができました。The thing that they want to put in the film is actually the relation between Okinawa and my hometown in Indonesia. So I put some Indonesian sound on it. I put some you know, sense of Indonesian. Hi, Nandi. And we just made a great film. Thank you very much. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita.